つけて、いっぱいつけて、あ、これ。あ、すごい。最高。最高だ、これ。おいしい。ね。はい、というわけで、はい、やりましょう。チーズフォンデュ。フォンデュでいいんだよね、ジュじゃないんだよね、フォンデュ。行ってみましょう。はい、実は初挑戦なんだよね、うん、とりあえずネット調べて用意したのがこれ、牛乳と白ワイン、そんでもってこれがチーズ、業務スーパーのファミリアチーズ、そしてこれですよ、ビビン、アルミ、出ましたね。こいつ使うんすね。これを使ってみようかなと思って、うん、っていうのもね、まあ、焦げるでしょ、間違いなく焦げると思われるので、だったらね、あのうどん食ったこのお鍋、もうこの鍋自体がすごい焦げやすいと思うんだけども、うん、これでうまくいったらいいんじゃないかなっていうことで、そうだね、行ってみましょう。行ってみましょう。あ、出た。じゃあ、りょうちくんの方は白ワイン仕様じゃなくて牛乳仕様だ。牛乳仕様。うん、まず牛乳入れて、どうやってやるの？なんかね、沸騰してからチーズを入れてかき混ぜる。まあ、分量はよくわからんね、うん、とりあえずやってみよう。やってみよう。お願いします。乗っかりました。じゃあこっちも、こっちは白ワイン仕様いきます。どんなもんなんだろうな、とりあえず作って様子見てって感じですね。こっちは後でちょっと牛乳を足します。ふとふと、これで弱火にしてちょっとチーズ入れてる感じかな。初めてだからね、白ワインは軽くちょっとアルコール分を飛ばしてから牛乳入れるらしいんですが、どんなもんなんだろうね。これ大幅にカットして、うん、それでまあ入れてちょっと弱火にしてゆっくり、わかんない、とりあえずやってみるしかない。そうだね、本当はコーンスターチとかでとろみつけるらしいんだけども、今回そんなもん持ってきてないので、うん、とりあえず様子見ながらやってみましょう。牛乳入れます。飲むかな、ちょっと行ってみよう。ちょっとなんかでかい気がするけど、ドコンドコン、こっちなんかすごいいい感じじゃない、溶けてきている、この気配がね、全然来たわ。あれ、このチーズっていけるの？そうだよ、いけるらしいんだよね。いけんじゃね、ファミリアチーズ。コスパ最強だからなって本当あのなんかシュレッドチーズの方がいいのかな。マックはできました。よりちくんがね、ここから炭火に移行します。こちらがでもいい感じにちょろちょろ温めていいかもしれないね。火は安定してるよね、炭火の方がね。そうだね、うん、もうなんかいい感じになってたよ、うん、どうかと思ったんだけど、チーズ溶けてきたね、うん、溶け出すと割と早くて、それでね、いい感じにトロトロしてる。でもこれやっぱりあれだね、あのピザ用チーズの方が絶対楽だね、これね。そうだね、うん、若干今ね時間食っております。はい、時間食ってるけど、この時間がまたね、でもいい匂いしてんだよ、うん、また周りがこういい感じにこう寒くなってきてるからそうだねすげえ楽しみ。はい、今回ねチーズフォンデュの具として買ってきたのが、まずこれ定番バタール、まずこれがなくちゃ始まりません。そしてこれちょっとね手抜きました、冷凍食品の野菜、これをいってみます。でネットにあったのがこれちくわ、ちくわがねなんか美味しいらしいんで、これを食べてみたいと思います。そしてこれちょっと意外だったんですけど、焼き鳥が美味しいらしい、これも美味しそう。それちょっと個人的な思いつきでこれ言ってみました、ポテトチップス、これちょっと硬いやつね。それとこのじゃがりこ、これでいってみます。これね、こっからちょっとね火力が心配なんだけど、ルイジの方これね、あの炭火高さも変えられるから多分大丈夫なんだけど、問題こっちですよ、ピークワン、ピークワンのこの最弱で果たしてどうか。じゃあそうそう、いただいてみますか。そうです、どうかと思ったけど、だんだん、あ、
いい感じになってきた。そろそろいけるかな。これね、一日置いたんだけど、さすが気温が低いせいか全然解凍してね、うん、ちょっと邪道なんだけど、うん、邪道なんだけど、ちょっと入れといた方がいいかもしれないね、うん、ちょっと入れよう。このままじゃ詰めて。うん、ちょっとザザッと入れちゃおう。ちょっと今回の失敗点その1。解凍しない、カッチンカッチン。ちょっとこれそれは加熱防止にいいから、これ沸騰したらちょっと入れてさ、ちょっとこれで落ち着かせよう。とりあえずこんなもんで、みんなが好きじゃがりこ、これ間違いないでしょ。なぜチーズ味。チーズ味、追いチーズで、はい、こいつを置いて、これ間違いないでしょ。これは美味しい。うん、そうじゃなくて。これはい、つけてみて、まあ、だんだんね、とろみが増してくると思う。すっげえ、チーズチーズ、ダブルチーズ、うん、入れてみようかな、つけて。お、あ、なんかすごいいい感じじゃないですか、これ。うん、つけて、いただきます。めっちゃうまい、これ。うまいね、うまいね、これ。うん、じゃがりこのチーズフォンデュうまいよ、これ。うまいな。そろそろブロッコリーいけるだろう。ブロッコリーいける、ブスッと。本当はこれ中に落としちゃいけないんだけどね。あ、でもいい感じだね。いい感じ、よし、いきましょう。いただきます。やけどしそう。うめ、うまい。うん、うん、これちょっと思いつきだったんだけど、沸騰しすぎにこのね、冷凍野菜いいかもしれない。やっぱカリフラワーいけるかな。うん、ちょっと程よい。うまっ、うまい。あ、落ちた。落としちゃいけないんだ、落としちゃいけないんだよ。で、これいってみよう。ちくわ、はい、はい、お願いします。ちくわのチーズフォンデュってどうなんだろうね、すごい興味ある。落とさないようにね。それも染まっちゃうか。うん、染めちゃう。これあれ、意外な組み合わせ。うまい、うまい、うん、つけて、あ、すごい絡まる、絡まる。うん、いただきます。うん、おいしい。もうチーチクだ、チーチク。うん、その通り。もうチーズチクは普通やったわ、そういえば。うまいわ、普通やった。これ絶対美味しいやつだ。あ、めっちゃくちゃ美味しい、これ。うま。全部にこう絡めたいね、これね。うん、美味しい。じゃあこれだ、焼き鳥。焼き鳥いってみよう。取れる？取れる。固まってる。気温めっちゃ低いからな。よし、じゃあ行ってみよう。これをつけまして、いただいてます。また。あ、ん？うん、ん？なんとも言えない。これも煮込んだらいい感じ。鶏はどうなんだろうね、なんとも言えない感じ。ちょっと厚めの方がいいのかな。あ、こっちかなりいい感じになってきた。トロットロになってきた。気持ちが温めて、いい意味で止まったところでいただいてます。あ、頭あたりうまい。あ、うまい。なるほどね、焼き鳥はね、考えなかった。これうまい、すっげえまろやかに。はい、じゃあポテチ、ポテチを箸でいく。箸の方がいい、箸の方がいいかもしれない。つけやすい、箸は悪い。こっちがね、かなりね、トロトロになってね、こういう感じ。いただきます。あ、うまい、ブラックペッパー、うまい、うまい。このなんていうの、あのこれ胡椒か、ペッパー、ブラックペッパー、ブラックペッパーうまい、これ。うん、うん、あ、あ、これ止まない系だ。うん、うめえ。あ、食えた。
ちょっと入れて表面がちょっとだけ柔らかくなった。なるほど、ちょっとじんわり系な感じで。うん、チーズ、うまいよこれ。うめえ、うまい。なかなか贅沢な時間だよこれね。チーズフォンデュこれどうなるかと思ったけど、うん、このチーズちゃんとファミリアチーズね、後からどんどん濃厚になって美味しい。うまいね。うまいね。はい、ということでバタール、これは間違いないでしょ。間違いないね。うん、軽く焼いてきました。ちょっと焼きましたちょっと便利だね。炭火で焼いてつけて、あ、いっぱいつけ、あ、これこれ最後の方がいいな。かなり吸う。いただきます。あ、最高最高だこれ。おいしい、ね、はい、そんな感じで明るくないとうまくできないから、これ今日時間ギリギリだったね。チーズフォンデュ美味しかった。大丈夫か。これ今度またやろう。これ美味しい。これはい、ありがとうございました。はい、最後にナビはこんな感じになりました。やっぱこれ正解だよ。そう、これを使うのは非常に便利。これおすすめです、はい。